パールストリートとブロードストリートの角に立つフランシス・タバーン・パールストリートはニューヨーク市マンハッタンクダウンタウンを走る通りである。南端はバッテリーパークでブルックリン橋をくぐると西へと曲がりセンターストリートに突き当たる地点が北端となる。パールストリートは元来のマンハッタン島の東の海岸線に当たる。数百年にわたる埋め立てによって現在の海岸線は おおよそ700、900フィートほどインスト側へと延伸している。パールストリートの名前はオランダ語のパレルストラットの英語への翻訳である。この通りはニューアムステルダムの東海岸としてカステロプランにも見て取ることができる。名前の由来はこの川でたくさんのオイスターが取れたことである。イギリス統治時代はパールストリートはクイーンストリートと呼ばれていた。グレートをつけるときは クイーンストリートと呼ばれていて1784年に現在の名前に変わったシダーストリートと区別するときが主であった。1650年代中旬、現在のパールストリート73のあたりに建てられた3階建てのタバーンは初代のニューヨーク市庁舎となった。トーマスエジソンの最初の発電所であるパールストリートステーションは、 パールストリート255から257に一致していた。IRT3 番外交架鉄道線はパールストリートの上を1950年まで走っていた。ニューヨークテレフォンは本部ビルをこの通りの北側でブルックリン橋の東側の375パールストリート2970年代に置いていた。ありがとうございます。